どうもこんにちは。今までですね、いろいろな道具をレビューしてきました。過去の動画でさらっと数えてみたんですが、だいたい90個ぐらいのレビュー動画をアップしています。この数を見るとですね、気づくとだいぶやってたんだなと思いますね。で、今回の動画なんですけども、キャンプ道具で今欲しいと思っているものが、実はいくつかあります。それらをですね、買ったついでにレビューもしていきたいなと考えてるんですが、できればね、全部買いたいところではありますが、やっぱりそうもいきません。詳しい方がいればご意見を伺いたいという気持ちもありつつ、選んだものの中からですね、どれを見てみたいかを視聴者の方に今回はお尋ねしたいなと思っています。買いたいものは椅子、ランタン、タープ、コット、こちらの4種類です。それぞれに候補を選んでいますが、どちらを見てみたいでしょうか。まずは椅子から。ハオカイって読むんですかね、そちらが出している丸椅子、これはですね、オジキャンでサダさんが使ってまして、実際に座らせてもらったこともあります。折りたたんでコンパクトになるというタイプの椅子なんですが、一番の特徴は360度回転するということです。こういうタイプの椅子は深く沈み込むような座り心地なので、周りのものを取るときにですね、結構しんどい体勢になったりするんですが、この椅子であれば回転するので好きな方向に向けるというものです。立ち上がるときなんかもですね、横を向いて立ち上がれたりするので、楽だなというのを座らせてもらったときに感じました。お値段も手頃なので、今回椅子の候補に選んでいます。続いてはですね、フィールドアのクラシックチェア。ハイチェアとローチェアの2種類がありますが、これを候補にしている大きな理由が、この手のタイプには珍しい組み立て式になっているということです。だいたいこういうのってですね、小さくならずにかさばるサイズになってしまうものなんですが、収納時には 63cm×15cm というサイズまで、小さくして収納することができます。それとですね、やっぱり木製の椅子っていう見た目の良さも大きなポイントなんじゃないでしょうか。先日 DIY で作ったテーブルとの相性もいいんじゃないかなと思ったりしてます。こちらの耐荷重はですね、100キロなので、先ほどの椅子よりもですね、45キロほどですね、公式な耐荷重は少ないんですが、100キロもあれば十分じゃないかなと思います。ということで、椅子は2つの候補を選んでみました。全く違う椅子なのでかなり悩むところなんですが、皆さんはどちらを見てみたいでしょうか。続いてはランタンです。こちらもですね、全く違うものなんですが、2つ候補を挙げてみます。まずはこちら、ジェントス EX400F。 こちらのランタンはですね、単一電池3本で動く LED ランタンなんですが、明るさを15ルーメンから400ルーメンまで無段階に調光することができます。点灯時間は30時間から200時間と長持ちしますし、何よりも気になってるのがですね、キャンドルモードです。いわゆるろうそくの明かりを再現したような光り方をしてくれるようで、なかなかこういうものってないので面白い機能なんじゃないかなと思ってます。ただですね、この商品を紹介する動画がほとんどないんですよね。なので、いまいちよくわからなかったということもあるので、人柱的な感じで使ってみたいなという気持ちが、選んだ理由のですね、8割ぐらいを占めてます。明るさとしてはですね、400ルーメンもあれば十分な気がしてます。そしてもう一つの候補がこちら、ソト ST260。 こちらもですね、オジキャンでサダさんが使ってて、毎回それいいですねって言ってるんですが、なかなかくれないので、今回候補に挙げてみました。これってどうなのという方もいると思うんですが、何度もですね、目の前で使ってるのを見て、すごく明るいのはもう分かっています。明るさもそうなんですが、一番いいなと思うところは、CB 缶カセットガスですね。これが使えるというところじゃないでしょうか。僕は燃料をですね、なるべく統一するようにしてまして、CB 缶以外を今ではほぼ使ってません。予備で数本持っていくようにはしてるんですが、調理もランタンも全て CB 缶で賄えるとかなり便利な気がしてます。ということで、こちらを候補に選んでみました。どうでしょう、きっとこれもね、悩むんじゃないかなと思います。全く違う2つのものなんですが、皆さんはね、どちらを見てみたいでしょうか。そして次はタープです。同じようなものなんですが、3つのものを選んでみました。まずはこちら、DD タープの 4m×4m。 こちらはですね、もう説明する必要もなさそうな DD タープなんですが、タープとしての使用はもちろんのこと、貼り方によってはですね、シェルターみたいな使い方もできるという品です。なるべく大きいものということで、買うなら 4m かなと思ってます。
今持ってるタープがですねサイズが大きくないということと、タープの中に入るとですね左右からの圧迫感をねものすごく感じます。左右の真ん中あたりにポールを立てたりできればですね圧迫感もないと思うんですが、今のタープだと、ループはですね基本的な部分にしかついていないのでアレンジもできていろんな楽しみ方ができるものに変えたいなと思っているというところです。ちなみにですね今のタープを選んだ理由としては、安かったからという一言に尽きるんですが、まあ全然使えるタープではあるんですけども値段以外の部分も考えないといけないなとちょっと反省してます。でそういうこともあってですね、今まではねほぼ A バリ以外の選択肢がなかったんですが、ループの多いものにして、まあ、例えばパップテント風にしたりとかですねそういったことも考えてます。なので今回の候補はレクタタープだけで、ヘキサタープは入っていません。そして次のタープ候補がこちらユニジアの 3m×5m。 こちらはですね正方形ではなくて長方形になるんですけども、横幅を広く取れるので円幕みたいな感じで使えるのかなと考えてます。サイズはですね3メートル四方のものと3メートル ×4 メートルと3メートル ×5 メートルの3種類がありますが、候補にしているものはですね片側が5メートルあるのでポールを4本使えばですねかなり広い日差しよけができそうです。そして先ほどですね値段以外の部分も考えないとなと言ったばかりで申し訳ないんですが、こちらはね安い半額程度で買うことができるので、惹かれてます。レビュー数もですね704件で星4つなんで悪くなさそうな気がします。で同じようなものとしてですねフライフライ GO の 3m×5m、 こちらもですね候補に挙げておきます。こちらはですねユニジアよりも若干高めなんですが、真ん中部分のループがですね1つ少ないみたいです。Amazon でねいろいろ見たんですけどもループが多くてサイズと価格で納得できそうなものは、多分この2つぐらいなんじゃないかなと思います。であとはですねアクアクエストというメーカーが出しているものもあるんですがそちらを買うとですね逆に高くなってしまうので今回は除外させていただきました。ということで、タープはですね3つの候補を挙げてみましたがこれもね悩みますよね。素直に DD タープを買うべきなのか、いやそれじゃ面白くないよと、ユニジアかフライフライ GO を買うのか悩むところです。ぜひですねどちらを見てみたいかご意見を聞かせていただければと思います。そして最後にですねコットです。今まではですねエアマットを使って寝ていたんですが、空気を入れる手間がかからずに、途中で空気が抜ける心配もなくてゆっくり寝れるっていうのはコットなんじゃないかなということで、最後にね寝具の候補を挙げてみようと思います。まずはこちらクイックキャンプのフォールディングキャンプベッド。このコットの魅力はですねまず5500円という低価格の値段設定、そしてですね設営が簡単そうというのも大きな魅力となっています。ただですね折りたたんだ状態でも1メートル以上あるのでちょっと大きいかなというのが正直なところでもあります。でもその分ですね価格が安いですし、設営が簡単ということを考えるとありかなという気がしてます。収納サイズがまあ大きめでもですねキャンプ場には車で行くので、その辺は問題なさそうではあります。ちなみに足の下のスペースはですね43センチあるそうなので、荷物をコットの下に入れておけばですね居住スペースの節約にもなるのかなと思ってましてちょっといいかもなと思います。価格とデザインの面ではかなり魅力を感じるコットになっています。そして最後の一品になりますがもう一つ別のコットの候補を挙げておきます。クオルツ2ウェイライトビームコット。いきなりね値段が3倍になります。3倍になるんですが、こちらはですねハイとローの 2way 仕様となっていまして、好きなように切り替えることができます。これ実はですねオジキャンで、福さんが使ってて実物を見たんですが見た目も良くてですね簡単に切り替えるのを見せてもらったので、結構気になってます。コットを使うならですね僕は基本的にハイコットを使うようになるんじゃないかなと思ってるんですがもしですねローコットが使いたくなったりとか、ローコットの方が合うテントや、タープを使うようになった場合にこうやって切り替えができると便利なのかなと思ったりしてます。ハイコットとローコットをですねそれぞれ買うぐらいの値段はするんですが常にですねハイコットとローコット、これを両方持っていくということは考えづらいので、1台2役というのは、魅力です。最後のコットも迷うところなんですが、皆さんはどちらを見てみたいでしょうか。ということで今回はこれから買おうと思っているキャンプ道具の候補を挙げて、皆さんにどちらを見てみたいかお尋ねしてみました。
欲しいものの中からですね、かなり悩みながら厳選したつもりなんですが、今回の道具の中で見てみたいものがあったりとか、気になったものがあればですね、ぜひコメントで教えていただければなと思います。コメントお待ちしております。それでは